今日はですね、横浜山手のミニ展示ですね、緑紹介 SF プラモの世界からですね、今日はまだ紹介していないエコーセブンですね。これですね、エコーセブン150円、安いですね。このエコーセブン、しかもゼンマイモーター付き。これはですね、電池で動くモーターに改良してあります。ここにスイッチがあります。綺麗でしょ。これもちょっと動かしてみますね。綺麗ですよね、とってもね。パイロットが2人乗っていて、ミサイルも飛び出します。そうだ、怪獣に発射しましょう。いいですか、発射しますよ。今ですね、大魔神に当たりましたね。ここかなんか置いといて、ここでミサイル発射とかなんか言ってね、遊んだんでしょうね。こうやって見るとスターウォーズに出てきそうな、もしかしたらジョージ・ルーカスだとか子供の時こういうので遊んでいたかもわかんないですよ。宇宙原子力自動車、こういうじゃないですか。なんかこの、これか、これですね。こんな感じです、エコーセブン。そしてもう一つですね、スチールモンスター。これかわいい、これかわいいですよ。これはですね、恐竜と原子力潜水艦のミックスしたような、実際にいたら怖いですけどね。これは実はですね、ゴム動力、ゴムで動くんです。ここにですね、これをこう回すことによって中のゴムがこうずっとねじれて、それを反発するのでこう回るという。そしてここにミサイルがついているということですね。実はですね、これは前期モデルなんです。そしてこの箱に入っているのが後期モデルですね。これはですね、色が違うんですよね。グリーンでしょ。これはあの成型色なんで、これを組み立てるとここがグリーンになるわけですね。これが後期モデルです。こうやって見ると SF のものって夢と想像力をかきたてるようにとてもいいですね。次回はこのロボットシリーズをご紹介します。それではまたお楽しみにしてください。